ユーロブルンは1988年から1990年まで F1 に参戦していたレーシングチームララウディの ER1881988 年に設立チームはジャンパオロッパバネロ率いるユーロレーシングとルマン24時間レースで8回出場経験を持つ元レーシングドライバーのウォルターブルン率いるブルンモータースポーツが共同で設立したもので チーム名は、両者の名前を合わせて付けられた。タイヤは、グッドイヤー、エンジンは、ホードコスワース DFZV8、マシンは、マリオトレンティーノとブルーのザーバが設計した ER188 でデビューし、参戦者年度の、ドライバーは1987年の国際 F3000 チャンピオンで同年に、最終戦オーストラリア GP に、ブラバムから、 スポットデビューを果たしたステファノ・モデナと、ブルーンモータースポーツのエースとして活躍し、ヨーロッパ F3 チャンピオンのオスカー・ララウリを起用した。メインスポンサーがないままで、開発資金に乏しい上、コスワースの市販エンジンを使用するなど戦闘力は高くないものの安定したマシンで、モデナは9回、ララウリは8回決勝進出し、完走7回とまずまずの成績を残した。なお、 終盤の日本 GP とオーストラリア GP はメインスポットスポンサーとなった日本のアッパレルブランド M505 のカラーリングで走った。ER1892 年目の1989年はタイヤをグッドイヤーから3年ぶりに F1 に復帰したピレリを装着し、エンジンもフォードコスワースからジャットに変更した。ドライバーはこの年にデビューしたグレフォイテクを起用したが、 開幕戦を除いて予備予選落ちした。第9戦ドイツ GP でようやくニューマシンである ER189 が投入され、新たなメインスポンサーとしてリキュールメーカーのイエーガーマイスターがついたものの予備予選通過はままならず、フォイテクは第11戦ベルギー GP 終了後に離脱してしまった。スポーツカー耐久レースに参戦していたララウリを再び起用するとともに、 イエーガーマイスターもスポンサーから降りてしまったため、新たな日本のスポンサー、アルファを獲得したが、結局一度も決勝に上がることもなく、最悪の結果に終わってしまった。1990年には、コローニから移籍したロベルトモレの国際 F3000 に参戦していた、クラウディオ・ランジェスが、持参金持ち込みで加入するも、モレノが2回決勝進出するが、ランジェスは、 開幕から14戦連続予備予選落ちという三端たる結果に終わる。また、運営資金枯渇がいよいよ深刻化し、ついにはヨーロッパ外への遠征となるシーズン終盤2000への渡航費用が捻出できなくなり、チームは F1A の継続参戦を断念。そのままチームは消滅した。なお、モレノはこのチーム消滅により、シートを失うものの時を同じくして、 ベネトンのアレッサンドロ・ナニーニがヘリコプターの墜落事故で右腕を切断するというアクシデントが発生。モレノはナニーニの後釜として急遽ベネトン入りし日本 GP でネルソン・ピケと1から2フィニッシュを達成している。ありがとうございます。